フィギュア、コストルナヤがペアに転向とロシアメディア19年 GP ファイナル優勝。ロシアメディア、スポーツ24は16日、フィギュアスケート女子で19年グランプリ、GP、ファイナル優勝、20年欧州選手権優勝のアリョーナ・コストルナヤ、19イコールロシア、がペアに転向したと報じた。支持していたエレーナ・ブイアノワコーチが明かしたという。コストルナヤは22年北京五輪、オリンピック、金メダルのアンナ・シェルバコワ、銀メダルのアレクサンドラ・トルソワと共に19から20年シーズンにシニア転向。3人で国際大会の表彰台を軒並み独占し、自身はトリプルアクセル、3回転半ジャンプを組み込んだ完成度高い演技で欧州女王に輝いた。北京五輪代表の有力候補にも挙げられていたが、故障で代表選考会を欠場。大舞台に立つことはできなかった。北京五輪後にはエテリプトベリゼコーチの元を離れ、ブイアノワコーチへ指示したことが報じられていた。22年6月には自身のインスタグラムを更新し、アイスショーでペア